熊野本宮の名所の一つであります天人風呂。本日も熊野古道本宮線富士山へ、3本復活して本当に良かったですね。千人風呂、今回の和歌山勝手に PR は千人風呂であります。和歌山県田辺市本宮町の川湯温泉、川底から湧き出す温泉を利用した大露天風呂千人風呂が今年も冬限定でオープンしています。毎年2月28日まで無料開放されるといいます。熊野本宮観光協会などが1985年から毎年実施している千人風呂、横が約28メートル、奥行き約12メートル、深さは60センチほどであります。川湯温泉がかつて千人のお告げで発見されたという言い伝えがあります。さらに人数が1000人入れるくらい大きいことから千人風呂と名付けられたといいます。毎年期間中 5,6 万人が訪れ、冬の風物詩になっている観光名所なのであります。この千人風呂、観光のために本宮町観光協会が人を呼び込むためにでっち上げた千人の話だと私は思っていました。ところがであります、約800年前鎌倉時代のことであります。今 NHK 大河ドラマ鎌倉殿の13人あの時代であります。地元の小渕さんという方の夢枕に千人が現れ、お告げを聞きます。それは川ガラスが案内するからついて行け、河原を掘れという内容のお告げだったといいます。夢から覚めた小渕さんは表に出るとお告げ通りに川ガラスが待っていました。その川ガラスに導かれてついて行くと、そこに河原があります。お告げの通り河原を掘ったところ温泉が湧き出たというのが川湯温泉の由来であります。この話、実は本当のようであります。と言いますのは、仙人と川ガラスに導かれて川湯温泉を開いたのは、今なお旅館富士屋を経営する小渕家の先祖、小渕宗縫之助さんという方であったそうであります。この方、実在の人物であります。富士屋旅館の初代館長だというのであります。富士屋旅館のホームページにもちゃんと記載されています。ですからこの話は本当のようであります。川湯温泉が発見されて以来、この温泉周辺には多くの人が住み始めたといいます。熊野三山をモデル、人々が次々と訪れるようになったといいます。この千人風呂、熊野本宮観光協会がカルタ取り大会などをしているようでありますが、神聖なる仙人が導いた神の温泉、これは恐れ多いのであります。やるとするなら仙人と川ガラスを呼ぶべきだと思います。さて、どこまで本当でありましょうか。熊の親父、熊の古道を歩いて40年のつわものであります。世の中はフェイスニュークで溢れています。熊の権現のお次は何度となく聞いた熊野古道のリピーターではありますが、この話、今は信じるしかないのであります。それではごゆっくりお楽しみください。本日は、山の用事、
千人風呂に来ております。熊野本宮の名所の一つであります千人風呂。本日も来客、本当に皆さん水着を着用して入っておられます。本当に素晴らしい千人風呂であります。千人風呂に本日やってきました。ちょうどこの藤屋の前であります。熊野古道本宮線藤屋前、日に3本2本の少ない本数でありますが、バスも走っております。藤屋の前であります。本日は熊野本宮千人風呂のところに来ております。千人風呂であります。復活して本当に良かったですね。千人風呂、皆さん千人風呂に入っておられます。こんな感じで千人風呂であります。よいしょ、素晴らしい。よいしょ。いかがでしたでしょうか。このチャンネルは和歌山県の許可を得ずに勝手に PR するという番組であります。和歌山を愛するあまり、内容は濃密かつ斬新、あなたも和歌山が好きになる、そんな番組です。もう近畿のおまけとは言わせない。次回もまたこのチャンネルでお会いいたしましょう。さようなら。